皆さんおはようございます。健康キャリア実践家の池田咲です。今日は8月29日火曜日です。私は今日はですね、朝から、業務委託をしている会社に出社して、まあ夕方まで働いて、午後は夜の9時から、オンラインレッスンをしています。皆さんはどんな1日になりそうでしょうか。私はですね、火曜日結構忙しい日にはなるんですけども、まあ、週1回出社する日であり、週2回のうちの1日目の、オンラインレッスンということで、まあ、忙しくはありつつもですね、まあ、いろんな学びがある1日なので結構好きな火曜日ではあります。そんな火曜日、今日何の話をしようかなと思ったんですが、最近ですね、あまりにもちょっとポジティブな話ばっかりしてるので、たまにはネガティブな話もしてみようかなと思います。まあ、朝からネガティブな話聞きたくないなって思う方もいるかもしれないですが、まあ、結果的には何かしらの学びがあればなと思っています。皆さんはですね、日常で、まあ、特に仕事をしている時にすごくイライラするタイミングとか、もうなんかこう、なんですかね、もどかしいというか、あーってなるタイミングってありませんか？ね、私はですね、必ず起きるこう状況っていうのがあるんですよね。まあ、それがですね、結論言ってしまうと、無駄なっていう言葉はおかしいか、誰かが一度やったことあることをもう一度ゼロからやり直すことっていうのが本当に苦手なんですよ。なんかこう、その人がやったことがなんかまたリセットされて、また同じことやって、またリセットされて同じことやるみたいなことがですね、もう本当に性格的に我慢できなくて、もう何が何でもそこのもう状況を変えたいっていうスイッチが入っちゃうんですよね。で、具体的にどんなことを言うかというと、まあ、直近だとですね、今働いてる仕事で、こう、毎年毎年やってるイベントがあって、そのイベントで出てくる業務っていうのは、基本的に一緒なんですよ。まあ、もちろん、年が変われば若干の変更はあるとしても、ある程度のデフォルトのこう仕事が決まっていて、それを毎年同じように繰り返すっていうのが一つあるんですけど、まあ、それがですね、こう、リスト化されてなかったりとか、いつまでに何をやらなきゃいけないっていうのが、毎年同じ状況なのに、それが毎年毎年、今年はどんな風にやるんだっけとか考え直したりとか、その やったことっていうのがこう、なんですかね、整理されてないから、まあ、引き継ごうと思ったらまたゼロからっていうんですかね、一からというか、またこうお伝えしなきゃいけないみたいな状況ですね。私それがすごく苦手で、まあ、マニュアルがないような状況、まあ、マニュアルが好きかって言われたらそういう人間でもないんですけど、一度誰かがやったことある業務がまたリセットされてやる、もう一回やるっていうのが本当に苦手で、例えば過去の仕事だと、まあ、キャリアアドバイザーやってた時に、まあ、ベンチャー企業で、その事業部自体もまだ3年未満の会社だったので、まあ、体系化されてないことが多くてですね、まあ、かといってでも3年は仕事を繰り返しいろんな人がやってるわけですよ。ただ、例えば、こう面談した後にこのプロセスを踏んでこういう申請をしてっていうのが、もう毎回こう口頭でみんなでやり取りされてて、それがどこにもドキュメントに載ってないので、毎回誰かに聞かないとわからない。で、毎回その聞く相手の時間も奪ってるし、まあ、聞いてる時間ももったいないし、その聞くタイミングを見計らったりとか、で A さんと B さんに言ってることが若干違って、結局どっちなのみたいなことになったりとか、もうそういうのがですね、もうフラストレーションが溜まりまくるんですよね。あと客室乗務員やってた時も、飛行機の中に何がどこに搭載されてるかっていうのを毎回こう一番下の後輩がこうメモに書いて、それを何か先輩に聞かれたら答えるみたいなのがですね、ルール化されてたんですけど、いやいや、もう飛行機に搭載される場所はマニュアル、その搭載する人がきっとマニュアルを持ってて、もうそれって別に全体にそれをシェアしてくれればメモする必要なくないってずっと思ってたんですよ。まあ、実際本当にそれで、今はなんか変わってメモする必要なくなったらしいんですけど、まあ、そんな感じでですね、まあ、どこに何があるかなんか毎回一緒なんだから、それをなんで後輩が毎回何百人っていう人が一日やらなきゃいけないのかなっていう疑問があったりとかしてたんですね。で、まあ今ここまで喋るともう口で終わりそうですけども、この自分がイライラするタイミングってすごく大事な気づきがあるんですよ。は
はい、ここまで喋っていてですね、もうあまりにもちょっと愚痴、過去の愚痴みたいなものがですね出てきてヒートアップしてきたので、ちょっと改めて取り直しています。今回愚痴をですねただ伝えたわけではなくて、この自分がイライラするタイミング3ポイント伝えましたね。その毎年毎年やってることを体系化できてないですとか、毎回毎回やる申請内容がこうマニュアル化されてないとか、毎回毎回同じ人が、同じ人じゃない、いろんな人が同じことをメモしてる必要があるとかですね、まあ、そういうことがいろいろあったんですね。で、私この、3つのポイントそれぞれ全部私なりに変更してきたっていう自負はあるんですけど、このイライラポイントが何が大事かって、ここって自分が、強みが生きる場所を発見できてるっていうことになるんですよ。このイライラするっていうのは、自分がここ許せないとか、私のやり方ではここはありえないっていう、そういう自分の価値観がぶつかってると思うんですね。で、それって私だったらこうやるのにっていう、こう改善案を持ってたりとかするんですよ。で、それをじゃあただイライラして終わらせるんじゃなくて、私だったらこういうことができますっていうのを周りにシェアすることで、まあそれが周りからも受け入れてもらえれば、その自分がやりやすい仕事に変更していくことができるっていうのがあって、そのイライラするっていうのは、まあ、その瞬間で見たらとてもフラストレーション溜まって嫌なことかもしれないけども、自分がこうそこの場所に貢献できるタイミングだったりとか、自分の強みを使ってその職場を改善することができるタイミングっていう風に考えると、私が今イライラしたってことは、私が今ここ貢献できる場所だななんて思っていただいたりとか、まあ、強みが生きる場所だななんて思っていただくと、まあ、少しはですねそのイライラに対する、捉え方が変わるのかななんて思っています。あとは、こういう今のだとちょっとこう改善する、なんかこう提案がしやすいものだったので、そのポジティブに自分の強みを生かして変えていくっていう風に考えられましたけども、まあ、これがもう少し、抽象度が高くて、こう解決する方法がない場合っていうのは、もしかしたら自分の価値観とのギャップがかなりある場合もあります。で、そうなった場合っていうのは、自分の価値観とその会社が持ってる価値観の不一致がある場合は、それを自分の価値観をなすりつけるわけにもいかないので、まあ、自分がそこを納得できるように捉え直すか、もう価値観が違うっていうことで、それをもうその場を離れる、退職する、転職するっていう選択肢を取るのも私は一つかななんて思ってるので、一概にはですね、こうイライラするポイントがあったら何かすぐに改善できるかって言われたらそうではないんですけど、まあ、一つの選択肢として自分がその場で貢献ができる可能性がありますよっていうのをぜひ考えて、視点として持っていただければいいのかななんて思います。はい、今日もここまでお聞きくださいましてありがとうございました。今日もですね火曜日頑張っていきましょう。池田咲でした。